時は戦国。平穏という言葉とはかけ離れた時代の話である。鎌倉時代末期までに荘園を管理していた伊賀の地侍たちは、幕府や東大寺の勢力衰退に伴い、自分の荘園を守るためそれぞれ独自の情報網や組織を持つようになった。それが発展し戦国の忍びとなったのである。忍びたちはこの戦乱の時代を生き延びるため、戦国武将たちを主家と仰ぎ、忠誠を誓い、主家繁栄のために命を懸けて忍び働きを行った。これはそんな忍びたちの生き様を描いた物語である。伊賀の国、城山の里において下人の陰郎と葵は、下人頭の巧妙な罠によって抜け人の汚名を着せられた。俺は何としても忍びとして生き残る。幼馴染のお前には言っとくからな。下人頭は多数の下人たちを陰郎と葵を抹殺するために送り込む。抜け人は忍びの世界では決して見逃されることではなかったのである。お前のおかげで俺も危険な目に遭うことになったな。助けてやろうか。誰に言ってんだ。掟を破り抜け人となるのかよ。それは死を意味するんだ。たとえ死んだような生き方をするか、掟を破り死ぬか、陰郎、それでも私に里に戻れって言うのか。陰郎、私はまだ走れるよ。陰郎と葵は自分を追ってきた下人たちを全て倒し、ついには下人頭の命も絶った。しかし下人頭は陰郎に殺される前に、伊賀十三家に二人が抜け人になったことを報告していた。そのために彼らは故郷である城山の里のみならず、伊賀中から追われることになったのである。一体何の用だ。こんなところに我々を呼び出すからにはそれなりの訳があってのことだろうな。六角、ただの常人のくせに我々伊賀の国を司る者と対等に話そうというのはどういう了見だ。
お前は城山の里で問題が起きたと言っていたが、一体どんなことだ。城山の里の下人頭が一下人である影郎太尉に殺されました。それがどうした。そんな話はもうとうに我々の耳に入っている。そんなことはお前の里の棟梁である吉武が何とかすればよいことだ。その棟梁様もいずれ影郎に殺されます。どういうことだ。吉武は死んでおらんではないか。はい。お前吉武をどうする気だ。影郎太尉は棟梁様を殺し完全に抜け荷になろうとしています。私は見せしめに奴らを追い詰め殺します。貴様何を企んでいる。皆様はこの伊賀の国を取り仕切る方たち。私は皆様の手足となり歯向かう者を始末します。なるほど。保守的で争いが嫌いな吉武は我々とは相入れぬものではある。我々は伊賀のみならず全国の忍びを討伐しこの戦国の世の影の世界を支配するつもりだ。しかし吉武はそれをよしとは思っていないはず。影郎を殺せば城山の里は再び静寂を取り戻し下人たちは忍び働きに精を出すことでしょう。それで我々に何をしてほしい。いえ何もしていただかなくても結構です。ただ影郎太尉が伊賀の国の他の里に足を踏み入れた時には掟通り始末していただきたいのです。掟通りな。六角都合がいいな。我々の仲間になるために掟を利用するとはうまく考えたものだ。ところでお前はそれが許されると思ってるのか。忍びの世界で上の者を撃つということは死をも辞さないということだな。まあよい。我々も影郎たちへの追手を送り出してやる。ただし六角、それはあくまでも奴らが我々の里に入り込もうとした時のことだ。お前は自分で奴らを始末しろ。しくじったら命はない。今度はお前が伊賀十三家に追われることになる。どこに行くんだ。お前はどこ行こうとしてるんだ。当てがあるのか。当てなんかない。昔から葵は考えてるようで何も考えてないな。何避けるな。離せ離せ。
私たちの里のものだね。忍び笛で仲間を呼んだな。修山を倒したのにまだ追ってくるのか。あいつは死ぬ前に下人たちに俺たち二人を殺すよう忍び渡りを出したんだろうな。しつこい奴らだ。これからも追われるぞ。いつまで。さあな。何せ俺たちは抜け人だからな。抜け人。忍びの世界では抜け人は最大の罪であった。抜け人を認めることは忍び世界の上下社会の存在そのものを脅かす。よって忍びたちは抜け人の存在を決して許さなかったのである。カゲロウ、余裕だな。奴らが来たら殺すまでだからな。里に戻ってもいいよ。あんたは今戻れば罪には問われないかも。お前も戻るのか。私は戻らない。それじゃあ俺が戻れるわけないだろ。俺はお前を連れ戻すためにここにいるんだからな。今日は一体何の用なんだ。六角は俺たちに集合が。俺は腰に着が俺たちにだ。昨晩棟梁様が亡くなった。何、棟梁様が殺されたのだ。誰が棟梁様を殺した。甲賀の奴らか。伊賀の竹か。違う。この里のものだ。この里。カゲロウだ。抜け人のカゲロウが。そうだ。昨晩カゲロウが棟梁様に会いに来た。抜け人が何のために棟梁様に会いに来たんだ。奴と一緒に逃げた葵が里に戻れるように頼みに来たのだ。それで棟梁様はカゲロウを捕らえようとして逆に殺されたのか。そういうことだ。その話は本当なのか。本当だ。影の目、棟梁様に可愛がられておきながら恩知らずが。六角、なんだ一体。それは昨晩の何時の話だ。牛蜜時だ。牛蜜時か。人痘、それがどうした。何でもない。君の悪い野郎だ。それで六角、一体どうするつもりだ。カゲロウを追い詰め殺す。棟梁様の後はどうする気だ。下人頭もカゲロウに殺されたぞ。これで俺たちのありぜんための殺されぬ。棟梁様亡き後、常任であるこの俺がしばらくの間この里を取り仕切る。依存のある奴は前へ出ろ。お前は確かに我々と違い常任だが、お前のような奴に棟梁様の後を継げると思ってる。うわっ。下人の分際で明かしや。おう、俺は柏木をはじめ他の伊賀衆に認められた。他に文句のある奴は前に出ろ。いないか。抜け人である影郎と葵を追え。棟梁様の仇を討つのだ。司令。どうした、人と。話があるんだよ。どうだった。うん、近くに小さな里があった。人の気配は。あるな。着物を奪って町人になるか。
この格好じゃ目立つからな。忍びの格好が不便になるとは。町に溶け込めば忍びも簡単には追っては来れないだろう。このままだと忍びに追われ続けるか。すでに伊賀の国全体に俺たちを殺す忍び働きが出てるはずだからな。早くこの国から出ないとまずいな。この国の外に出ても奴らは追ってくるぞ。それに今度は他の国の連中が襲ってくるぞ。私たちのことを患者と思って殺しに来る。そうだ。全国には伊賀の他に甲賀、北条の風魔、毛利の沙汰、それに真田忍者など多数の忍びが存在した。彼らは互いに勢力圏を持ち、自分たちの領土に侵入した他国の忍びを患者として抹殺することが多々あったのである。八方塞がりとはこのことだな。まあ予想はしてたかな。悪いな、カゲロウ。お前が悪いわけじゃない。俺が勝手にしたことだ。こんなとこで無駄話をしてても仕方がない。あ、行くぞ。カゲロウを消してやる。お前の望みは何だ。俺たち兄弟を常任にして里の支配に参加させろ。そんなことだろうと思ったよ。どうなんだ。お前たち兄弟にカゲロは殺せない。だから弟の人生を解放しろ。人生、あいつならやれるぞ。忍び殺しの人生か。しかしお前の言うことを聞くのか。誰の命令にも従わないと聞いたぞ。俺に考えがあるんだよ。何か妙だな。人の気配が消えている。罠か。こんなところまで。まったくしつこい奴らだな。そんなに死にたいのか。やるか。何をしてるんだ。この毒薬を噛んで死なれたら困るからな。殺せ。なぜ殺さない。こいつに聞きたいことがあるんだよ。忍びは口を割らないだろう。それを割らせるのも忍びだ。おいおい、どこの里のもんだ。俺はお前を殺すつもりはないからな。
一本一本指を切り落として、それでも離さなければ次は目玉、鼻、耳と行くぞ。おら、かがろう。おい、南山か。待っていたぞ。六角、どういうつもりだ。どういうつもり。下人が知らなき後、棟梁も死んだ。その後釜をお前がなるつもりなのか。だとしたら何だ。何を企んでる。何を企んでると思う。禅問答などする気などないよ。まあいい、私と組む気はないかい。私は役に立つ女だよ。俺の仲間になりたいのか。ダメかい。今まで仕えていた下人頭もいない。熊切も死んだ。そして棟梁も殺された。お前は俺以外に誰に仕えるというのだ。え？大きなお世話だ。どうだランさん、くの一頭をやらないか。今までは下人頭がくの一を支配していた。これからはお前がやれ。どうだ。どういうつもりだ。どういうつもりもない。俺はただお前が使える女だと知っているだけだ。本当に私をくの一頭にするのか。お前も年を取り、そのうち体が動かなくなる。俺の言うことを聞かないと下人として他国の者に打たれ、一人寂しくのたれ死ぬことになるぞ。それでいいのか。それで私に何をしろと言うんだ。何でもない。ただ影郎と葵を殺してほしいだけだ。影郎と葵。お前の主人だった秀山も熊切もあいつらに殺されたはずだ。奴らは抜け人だ。掟を破った以上殺されて当然だ。わかるな、ランザ。影郎と葵に近づき殺せ。できるか。二人の行方はつかめているのか。今探させている。どうだ、やるか。やるよ。葵だけでなく影郎もだぞ。分かった。もし二人を殺せない時には里には戻れないと思え。二人の行方が分かったらすぐに知らせろ。you
かげろう。俺か。えらい様子だな。お前一体どうしたんだ。いや、里で棟梁様が殺された。何、誰にだ。お前にだよ。お前が殺したんだよ。どういう意味だ。俺はずっと里を離れてるんだぞ。本当にそうなのか。誰がそんなこと言ってる。六角だ。六角だよ。やつがお前を見たと言っている。お前本当に里へ戻っていないのか。どうやら六角が棟梁を殺し俺に罪をなすりつけたらしいな。やっぱりそうか。あの野郎、棟梁に可愛がってもらっていたにもかかわらず恩を仇で返しやがって。どうした。なるほど、それで柏木の連中が俺を追ってきてるわけで。柏木。伊賀の国には13家の忍びの家系がある。そしてそれぞれの家が集合し集まった地域連合が存在する。その中でも最も力の強い連合は柏木、北山、南山、庄内などである。伊賀の国はその連合によって実質的に支配されていた。柏木がお前の命を狙っているというのか。俺一人のことでわざわざ柏木全体が動くことはないはず。せいぜいどこかの家が資格をよこす程度だろう。確かに。でもなぜ柏木が狙っていると分かった。なるほど。六角がこれに絡んでるのは間違いない。柏木の代表たちに頼んでお前を消すために下人をよこしたというのか。そうだ。柏木がそんなことに協力するのか。奴は何か企んで柏木に協力を仰いだんだろ。それは一体何だ。六角は俺たちの里を支配したい。そのために柏木に近寄った。柏木は俺たちの棟梁と仲違いしていたから、柏木にとっても勢力を伸ばすいい機会なんだろう。お前本当は一体ここに何しに来たんだよ。俺を殺しに来たか。なんでそう思う。どんな忍び働きも冷酷に感情を入れないで成し遂げたお前が、そんなことをわざわざ言うためにここに来るわけないからな。どうだ、当たりだろ。さすがだな、カゲロウ。六角がお前を送り込んだのか。俺だけじゃないぞ。里の連中はみんなお前の命を狙ってる。何せ棟梁様を殺した極悪人だからな、お前は。それで俺を殺すか。ここでお前と戦ったら相打ちだな。相打ちか。まあお前に勝ち目はないな。お前の力ぐらいは知ってるからな。今は無理をする必要はない。でお前はどうするんだ。ひとまず里へ帰るかな。それで。カゲロウを見つけたが山奥へ逃げたという。仲間を連れて俺を殺しに来るか。そうかもしれないが、そうじゃないかもしれない。その時の状況と様子によるな。世当たり上手だな、蓬莱。当たり前だ。世は戦国。そうでもしないと忍びでも生き残れないぜ。
まあいい、適当にやれ。俺も勝手にやる。かげろう、ただ言っとくかな、見逃すのは今回が最後かもしれないぞ。分かってるさ。よう、ランザン。いつも色っぽいな。お前も元気そうじゃないか。まあな。カゲロウを見つけたんだろ。そうだよ。嬉しいか。お前に話ないよ。なんだと？お前、カゲロウと葵を殺したいんだろ。そうだよ。だったら俺たち兄弟に協力しろよ。嫌だね。何？あんたたちと仕事するとろくなことにはならないからね。どうせ私を利用してあいつらを殺すってんだろ。そんなサルジアお見通しだよ。殺すぞ。寝ろ、ほら、人白。まあ私は一人でやるからほっといてくれよ。とにかく二人の場所を教えなよ。ランザン、お前力むなよ。何？俺たちと手を組めば奴らを探す手間が省けるだろう。ふん、お前一人で探したらいつカゲロウたちを探し出せるかな。探し出せないかも。何すんだよ、この野郎。やめろ、お前。なんで私を仲間に入れたいのだ。仲間は多い方がいいだろうが。どうせあんたたちじゃカゲロウを殺せないからな。そうだな。妙に素直だな。とりあえずお前は女のくせに腕が立つからな。女のくせには余計だよ。どうなんだよ、お前。カゲロウより葵を殺したいんだろ。うん。仲間になれよ。人頭よ、あんたも六角と組んでるんだろ。自分が賢いと思って小細工ばかりしてると自分の首を絞めることになるよ。仲間になるのかならねえのか。なってやるよ。仕方ないね。ついてこい。人生、生きてるか。お前の兄弟からの命乞いだ。なあ、どうだ、今すぐ牢屋を出て再び忍び働きをするか、それとも死ぬまでここで一生暮らすか、どっちがいい。
俺がここを出てお前の言う通りに忍び働きするとでも思ってんのか。兄弟たちは人生も手伝うだろうって言っていたぞ。あんな奴ら兄弟でも何でもないそう言うと思ってた。それでも俺をこっから出すのか。そうだよな。お前みたいな人殺し好きの忍びを外に出すのはどうかと思うよな。いやあ、ほっとけ。ただな、お前の耳に入れておきたいことがあってな。カゲロウ覚えてるな。カゲロウ。カゲロウは抜け人になった。抜け人だと。そうだ、お前あいつを殺したいんだよな。あいつに恨みがあるんだよな。やめろ。やめろ人生。お前の役立たずの兄弟たちと協力して影朗をやる気はないか。この里で影朗を殺せるのはお前しかいないと思うがな。そうか、影朗を殺す自信はないかないかやるか。早くこの鎖を外せ。よし、まあそう慌てるな。この薬を飲めばすぐにでも鎖外してやる。これは毒薬だ。ただしすぐには効かない。飲んで3日目に死ぬ、そういう薬だ。もしお前が裏切って逃げたら3日後には道端にのたうち回って死ぬことになる。ただし俺の命じた忍び働きを兄弟たちと成し遂げたらお前に義毒座をやろう。六角よ、お前にいい死に目はないな。俺もそう思うよ。飲むか。よこせ。人頭たちはなんでお前なんかの忍び働きを受けた。ん？上人になって今までバカにした奴らを見返したいんだろうよ。クズが。三日だぞ。かげろう待ってろよ。すぐ殺してやる。来るな、罠だよ。来るなって。うるせえ。そんなに叫ぶくらいなら捕まるなよ。好きで捕まったわけじゃないだろ。Yeah!
ち脇の忍びだ。誰に頼まれた？鎖片びら。無駄だよ。行くぞ。奴らはどこ行った？美濃部谷に向かった。美濃部谷か。どうした？行かないのか？いや、あそこは柏木の奴らの土地だからな。柏木？なんだい、柏木ってのは。柏木っていうのはな、伊賀十三家の忍び同士で家を越えて結束した恐ろしい連中だ。なんだそれは。行かないんだったら私は行くよ。おい、ちょっと待てよ。一緒に行くから慌てるな。おい、人生どうした？いや、人生は本当に来るんだろうな。あいつが来れば百人力だが。人生ってあの忍び殺しの人生か？ああ、そうだ。あんな人殺し連れてきて大丈夫なのか？大丈夫だ、今回は。本当か？信じられねえ、あいつだけや。とにかく行くしかねえな。
カゲロウ。死ぬな。大丈夫だ。弱気になるな。お前らしくないぞ。そうだな。本当に人生は大丈夫なのか。まあまあ、あいつは無茶するからな。三度の飯より殺しが好きなやつだ。大丈夫だろう、今回は。カゲロウが敵だからか。なんでカゲロウが敵だと大丈夫なのさ。教えなよ。人生はカゲロウのことを恨んでんだよ。あいつはあちこちで何人もの忍びを殺しまくったんだ。知ってるよ。挙句の果てに仲間の下人も俺たちの里で殺しやがった。仲間？そうだよ、あのバカ野郎が。そんな奴がカゲロウと葵をどうして殺しに来るんだ？カゲロウがあいつの顔に傷を残したんだよ。カゲロウ！人生はカゲロウに恨みがあるのか。それだけじゃないけどな。人生に殺された下人はカゲロウのいとこだ。いとこ？両親がいないカゲロウは最後の身内を人生に殺されたってわけだ。お涙ちょうだいだよな。あいつら勝手に二人で憎しみ合ってるんだ。これ笑えるな。結局人生はカゲロウにやられて牢屋に繋がれたってわけだ。それで人生はカゲロウを殺しに来るのか。六角が狂犬の人生を放し飼いにしたのさ。でもよ、人生がカゲロウを殺した後俺たちのところに殺しに来るかもしれないぞ。俺たちは奴を利用してるんだ。そうだ。どうするんだ。大丈夫だ。あいつにはすでに毒薬を飲ませてある。もし俺たちを殺そうとするようなことがあれば解毒剤は飲めなくなると言ってる。でも結局あいつに解毒剤を飲ませるんだ。解毒剤なんてねえ。え？あいつはカゲロウを殺した後死ぬんだ。そりゃいいや。我ながらいい考えだ。
兄貴、頭がいいぜ。かげろう。おう、奥さんは体は大丈夫なのか。あちこちきしま、あれだけ蹴られて何ともなかったら不気味だよ。そりゃそうだ。あの時お前もただ見てないで助けてくれればよかったのに。私は縛られて動けなかったんだ。そうだったな。あそこで襲ってきたのは柏木の連中だって言ってたね。ああ。柏木まで追ってよこしてるからには伊賀の他の連中もやってくるのは間違いないね。そうだ。カゲロウは怖くないのか。考えても仕方ない。忍び働きをしていても殺し合いをする。抜け荷になっても殺し合いだ。どの道も同じだろ。確かに。要はいつまで生きられるかだ。いつまで生きられる。さあな。私は私は今日までだよ。人生か。久しぶりだな、カゲロウ。牢に入ってたんじゃなかったのかよ。お前を安田金するために六角が出してくれたよ。六角もお前みたいな狂犬扱うようじゃよほど駒不足らしいな。うるさいぞ。その減らず口聞けなくしてやる。鍛錬してたのかい。お前みたいに女とのんきに旅なんかしてないからな。地獄で減らず口叩いてろ。やっと追いついたか。兄弟全員勢ぞろいか。仲のいい奴らだな。お前ら何しに来た。お前こそ待ち合わせ場所に来ないでどうした。マジでまといで消えろ。なんだと。おい、牢屋に入っていて体がなまってんじゃねえのか。俺たちが手伝ってやるぜ。
クズが。お前みたいなクズの忍びと戦ってたらこっちの命はいくらあっても足りないんだよ。どうしろ。解毒剤はいらねえのか。鼻からそんなもんねえんだろ。くだらん。それじゃお前相変わらずか。いいのか。ずいぶん余裕なんだな。お前を倒すのに他の助けはいらん。命拾いしたな。ランザン。クソ。
そうだ。この野郎、何人殺せば気が済むんだ。何人殺しても殺したろうが。安全を頼む。ランザンは忘れ物だ。全部始末したらしいな。お前また成り行きを見ていた。ああそうだ。人生と人頭がお前たちを仕留めたら人生たちを不意打ちしようと思ってたのよ。嘘だよ。冗談だ。なあ、カゲロウ。ランザンはお前に好意を持っていたらしいな。そんなこと知るか。そうだよな。忍びに色恋沙汰はご法度だからな。かわいそうな奴らだ。六角に利用されたんだ。違うな。こいつらは抜け荷になった俺たちを殺しに来た。ただそれだけだ。違うか。違わないな。俺たちはただの抜け荷で、伊賀の国の連中から命を狙われてる。気を抜いたら殺される。なあ、ほら。
お前だって俺たちの命を狙ってるかもしれないし。そうかもな。行くぞ。どこに？忍びが来ない場所だ。影郎と葵、二人は抜け人の道を選んだ。時代はますます過酷な様相を呈し、死はより身近な存在となりつつあった。二人の行く末に何が控え待っているのかは誰も知らない。ただ影郎と葵は遠い未来を考えることはないだろう。なぜなら二人にとって明日を迎えることが最大の命題だったからね。